ボックスも。はい、どうも、ボックスモノコウスケです。みほです。はい、引き続き、高下さん第2週目となります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、先週のね、続きとなります。人生で一番辛かった出来事は何でしたかというですね、まあ、事前のアンケートにお答えいただいていたんですが、その時の1個目の回答がですね、リーマンショックでございまして、そのあたりの話をですね、お聞きできたらなと思います。ああ。はい。2007年にオープンして、リーマンショックって2008年2008年ですよね。でもすぐ来ちゃったって感じですよね。何が起きたんですか？まずまだね、話はしてなかったんですけど、はい、2007年のミッドタウンのオープンと同時ぐらいだったのかな、うん、あ、ちょっと前だったのかな、あ、同時か、うん、まあ、バレンシアガジャパンも作って、うん、でもう一つは、うん、アメリカのゴールドマンサックスが世界初で、うん、僕と、うん、ジョイントベンチャー作ったんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って。でかい話何本持ってるんですか？ゴールドマンサックスが、はい、これ金額はちょっと言えないんですけど、うん、2桁億のジョイントベンチャー作って、うん、リスティアインベストメントっていう不動産会社みたいなリーシング会社をゴールドマンと僕で作ったんですよ。はい、でこれから東京の芝浦の方かな、当時土地を買い占めようみたいな話をしてて、そこに今自分がやってるブティックを移設しようっていう計画をしたんですよ。はい、大きなね、土地を買って、うん、そのど真ん中に、うん、あのリステアを移設する、うん、でもお客は皆さん来てくれる、うん、なぜかというと、まあ、当時変なバブってたんですけど、全員車で来てたんで、あ、うちのお客様、じゃあ芝浦でも関係ない。はい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 、でも我々があの芝浦に移動すると、はい、お客様もついてくる、うん、相当な人がついてくる、うん、そうなるとその周りの土地の地価が上がる、お、はい、なるほど、そこに町を作っていこうっていう、なるほどね、計画をゴールドマンと六本木ヒルズで話して、会社でね、何階に今もあると思うんですけど、うん、そこでやりましょうって。でもアパレルにやるの初めてなんですけど、ゴールドマン、これも大ニュースになって、町づくりみたいな感じ、町づくりというか最終的にはってことですよね。最終的には、うん、まあとんでもない、うん、とんでもないセレブリティタウンみたいな、まあ、あの新聞にも出てきちゃって、はい、今思うとバカなこと考えてたなと思うけど、うん、直接と間接の資金調達を500億集めようとしたんで当時でゴールドマンと組んですごい、うん、でまだね、あの芝浦の方はそんなにまあ地価が上がってなく、うん、ちょっと工場地帯みたいなのがあったんで、うん、僕は全然あっちの方がいいかなと思って、うん、で昔あのゴールドっていうクラブがあったのね、うん、昔ね、はいはい、僕もあまり知らないんですけど、うん、まあ、それを再燃するような感じで街をね、あの新しくしていったら面白いかなっていうのもあって、うん、考えてました、はい、でそれが多分2007年か、あ、6年だったのかな、うん、ゴールドマンとジョイントベンチャー、はい、であともう一つバレンシアガとジョイントベンチャーで、シャネルさんもやり、フェラーリとかなんとかもやり、めっちゃ大変、忙しい、ミッドタウンのね、1000平米のお店やり、うん、でまあ上場準備に入ってて、お、当時の売り上げが確かまだ70億ぐらいだったのかな、うん、まだで上場準備にも入りながら、うん、まあニュース性のあることもバン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 今組んでたので、うん、でまあ2009年あたり8か9ぐらいにはもう上場っていう感じで、うん、もう2000年ぐらいが上場準備入ってたんで、それが2008年の一瞬でリーマンショックっていうのがあって、はい、あの世界の金融がもうおかしくなっちゃった、うん、全部吹っ飛んじゃったんですよ。え？まあ当然あのね、リーマンブラザーズと同類のゴールドマンサックスも同じ感じで、一気にもう逃げないといけないっていう状況なんで、我々とジョイントベンチャーなんかしてる場合ではないっていう状況にもなるし、うんうん、当然もうそういうところはね、もう全員もう次の日いなくなるぐらい首切られる。あ、早いな、引くの。もうこれ世界中、まあ、アメリカなんかそうじゃんそうですね、もう肩叩かれたらもう明日から来なくていい。そうですよね、まあ、あの海外はね、もうそんな状況で、まあ、当然もうこれも解消しようみたいな話にもなるし、 あ、はい、あと、まあ、景気がやっぱり日本もぐーっと悪くなるってニュースが、うん、もうどんどん出てくるんで、
やっぱ僕らもラグジュアリーのバレンシアガとかやってる場合じゃないみたいな、うん、だってそこにもとてつもなくこれからお金を投資しなきゃいけない、うん、5年間で出店もしなきゃいけないから、うん、やってる場合じゃないっていうふうになるし、うん、まあ一本で僕らも倒産しちゃうんで、うん、だからもう一個ずつあのゴールドマンとも解消を、はい、バレンシアガとも解消をどん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 もう2008年9年まあもうやってかざるを得ないっていうのがまあ話し合いをもとにね結構長く続くんですけど1年ぐらい、はい、まああの弁護士交えながらね向こうもそれも日本の会社だったのが簡単だけど全部外資だからそれもとてつもない会社ばっかりなんでだって今ケリングですよ今グッチグッチと戦うとかあの和解するのにゴールドマンサックスと戦うとか半端ないでしょ半端ないでしょそれを経験しちゃったんでうわーこれやべえなみたいな、まあ、その時は本当まあねでもそこまで巨大なとこと戦うと開き直れるね、うん、ある日家一緒だわみたいな、うん、開き直れたんですねそこで開き直った最後5億も10億も50億も関ねえわみたいな感じもう関係ないだってもうあんまり言うとあれだけどあの内容証明書が僕の家にバンバン届くし億単位の賠償がバンバンうわ一歩間違うと裁判では負けるなみたいな怖ギリギリまあまあそんなのもあって、はいまあ、ゴールドマンサックスもいくらか またお金を入れたりしながら解消したり、うんまあ、バレンシアガの方はね、まあ、ある意味バレンシアガジャパンの社長も、うんまあ、好意的に、うん、もういいよって揉めても仕方ないからって言って、まあ、好意的に解消の方によかったよかったしてくれたんですけど、うんまあ、そうは言ってもまあね、借金だけはドカーンってもう何十億単位残るじゃないですか何十億単位で残っちゃったんだ残っちゃいましたありゃみたいなありゃこの金どうしようかなみたいなこれ普通の仕事では返せねえなみたいなそれも景気悪い時なんでリーマンショックだった、うんそうですね、返済月いくらとかなんですかいや月いくらだろうねもはやわからないいくらでも35億ぐらいあったからうわ毎月いくら返したのかわからない怖い何千万かなそれはそうでしょう ね、 そうですよねどれぐらい言っとかないと追いつかないね、うん、多分でもまああとは銀行発行の部長とか、うん、当然支店長とかでみんなと、うん、融資関係者と、うん、だからもねどうするっていうのはもう毎日のように話してとあと会食、うん、すごいよはあどうしようかねみたいなでも皆さんやっぱ返してほしいっていう、うん、でも返してほしいって言ってもねそんなもんないし、うん、いや待ってもらえないと困りますねみたいな。でまあなんとか、まあ、リーマンショックも少し1年ぐらい落ち着いてきて、うんまあ、お店の方も少し回復してきたんで、うんまあ、なんとか銀行の返済は返せれるぐらいまでなったんでちょっと落ち着いたのね。あすごい、うん、よかった。1年ででも1年でそうそうそう、まあ1年うん、でもその後はあの今度は2011年、はい、東北の震災ありましたね。あれでまたドカーンとね一瞬止まっちゃったじゃん、うん、だから今度はもう銀行がもう返せっていうなんかまたスタートしてあーみたいな感じでしたね。それなんかちょっと気持ち的というか健康的にはなんか大丈夫だったんですか。例えば精神的に病んじゃうとかそういうことはあんまなかったんですか。多分ね病むと思うよあれ、うんまあ、病みますよね。ちょっと一瞬逃げると絶対病むなと思ったもん、うん、ああなるほどね。気を抜くとやばいみたいな感じですかね。頭の中では大丈夫でも体がついていけない。そうですよね。体力的にしんどいんではなくて、うんうんうん、体が変なおかしくなってるっていうのを思った。うん、ストレスでうちに前出てくれた人のエピソードだとやっぱシャワーが痛かったとか言ってましたけど。ああそういうのあで僕はなかったかもしれないけど、まあ、それにそういうようなものが多分ね感じあるでしょうね。知らぬ間に体がなんかダメージ受けてるのありそうですよね、うん、けどまあねそんなこと言っても24歳で創業した時から27歳の時までにもう何回も苦労が経験してたんで、うん、普通の人がいきなりそういう経験をすると多分吹っ飛んでしまうと思うけど、うん、20代の時にとてつもないもう自己破産的なことはしょっちゅう経験してたんで自己破産しょっちゅうあとヤクザに追いまくられたりとか、あこれは大阪湾に沈むなっていうのはしょっちゅう25、6の時はあったんで、だからそう思えばその時のあれはそこまでは思わなかった。へ確かにヤクザに殺されるかどうかみたいなのよりはっていう感じなんですかね。あんま電話がつくのヤクザから命までは取られんですね銀行だったらね。お店のレジのところにね包丁がバーン立ててブル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 とかパ、ね、ラララみたいな映画や、うん、だから、その時が一番
あったんで、まあ、リーマンの時はお金の面も大変だったけど、うん、若い時の苦労が教科書になってる、うん、まあ、どうにかなるだろうみたいな感じでは、まあ、あったね。なるほどね。でじゃあなんとかちょっとずつ返せるようになってきて、東北の地震が来てもう全くダメ で、まあ、追いつかないので、うん、これどうしようと、これどうしよう、また、まあ、会社の秘書と、うん、あの他のスタッフに、うん、ごめんまた考えなきゃいけないんで、ちょニューヨーク行ってくるわ今度はニューヨークだったんですね。ニューヨークに1ヶ月間ぐらい旅に出ました、うん、はい、一人で。で今度は考えなきゃいけないんで、ホテルがね、それもねニューヨークも確か当時タイムズスクエアにあった、はいはい、そこもホテルダブルの最上一番上、うん、で、まあ、ニューヨークの摩天楼を見ながら、下にはタイムズスクエアのネオンがチカチカになったところに持って、どうやって返そうかなっていうのがそこでそれ考えるんですねどうしたらいいかな、なんか方法なんかないよなみたいな、うんうん、こんな返せる金額じゃないしなみたいな、うーんって思ってる時に、うん、あれ、ま、もしかしたら返せるかもしれないって出てきたよ、ポーンと。え、一瞬で。で僕当時あのホールディングスっていう会社にしてたんで、はい、当時はもう子会社が8個くらいあったんで、うん、一つの会社がすごくあの優秀な会社があって、うん、で利益も相当出してたんですよ、はい、で僕はそこほとんど携わってなかったんで、うん、僕がいなくてもその会 100% の、ね、会社だったんですけど、うん、僕がいなくてもいけるなと思ったんで、もう仕方ないんで、もうこの会社をもう独立させようと、うん、っていうので売却しようと。なるほど。っていうのを考えました。ははは。じゃあそれを売却って言っても結構高額な金額で売らなきゃいけないし、うん、そうですね、うん、どこに売ろうかなっていうのをまだニューヨークで考えてて、うんうん、どこが一番景気がいいかなとか、うん、いろいろ考えて、どこがこういうとこ欲しいかなっていうのも全部考えて、うん、別に専門家雇わず、うん、自分で自分で全部考えるんですね。欲しくないですかって全部メールでやるとしました。自分でやるんですね。自分で。ああ。で資料作って、はい、まあ、当然向こうに挨拶行くときは、うん、当時の当然 CFO は連れていくけど、うん、自分で全部やるんですよ交渉。そうなんですね。そうなんですよ。すごい、うん。ファイナンスの専門家とか、はい、どっかに頼むとかっていうのは僕は一回もやったことないんで。今まで。なんかクリエイティブのこととかだけじゃなくて、そういうね会社の売却とかも含め、やっぱご自分で考えたいというか。そうですね。あ、ね、数値の資料作りとかは当然僕はやらないですけど、うん、まあ、どうしたら価値がつくかなとか、うん、この買ってもらう根拠は何なのかなっていうのは当然自分で考えなきゃいけないので、うん、だそれが理にかなってれば相手も確かにってなるし、うん、ただ向こうも絶対安く買いたいってなるから、うん、どうしたらそれが安く買いたい、値切らないかなっていうのも当然前もって考えておくし、だから想定問答集は気が狂うほど考えるタイプ。うわ、こう言われたらこう言おう、こう言われたらこう言おうって全部もうメモでパソコンなんか書いてずっと練習してたから。いやーすごいな。で美対一問負けずここっていうのを通さざるを得ない、通さざるを得ない状況に持っていくみたいな、まあ、すごいですね。ただあの売却って言っても相当な金額なんで、うん、当然デューデリデンスに1年ぐらい、うん、1年近くはかかるし、うん、その間も大変だしね、やっぱりデューデリ中っていうのは結構大変なんですよ、うん、精神的にも、うんうん、もう全部会社の中調べられるんで、うん、専門家に、はい、だからもう長いんでね半年とか、うん、でダメっていう時もあるんで途中で、あ、気が気ではないって。そうですね。そうですね。何も出てくんなよって感じですよね。ドキドキですね。そうなんですよ。だからまああともう一方ではね、あの銀行からは、うん、まあ、そんなことは進めてるとは言ってないんで、銀行の方はもうなんせね、うん、お金返せお金返せ、どうにかならないかっていう、うんうん、銀行には言わなかったんですね。いや銀行も言いつつでもまあ言わないとこもあったし、うん、でもあの言われたりもするし、うん、少しでもみたいな。でもまあ最終的には全部終わって、はい、クローズした時に銀行にもう一瞬で全部返せみたいな。うわーかっこいい。銀行の人もええー、みたいな。金ないって言ってないですから。どこからこの金がみたいな。いや一瞬で返すからみたいな。かっこよすぎない？それでねチャラです。かっこいい。一日で、うん、じゃあその買ってくれるところももう美対一問負けずにいけたっていうことだったんですか。最初も当然あの専門家が入ってるので、うんうん、ディスカウント、はい、なんやかんや言ってきますよね、うん、でも結局、うん、会社の社長が交渉してるわけではないんで最終的には、うん、雇われてるやつが交渉してるんでやっぱり本気度が違う、うん、
ここはうまいこと無難にクローズすればいい人間なんですよ、うんうんうん、うまいこと言えばいいだけなんですよ、うん、それ分かってるんで、うん、絶対勝てると思って最初から、はい、なるほどね、かっこいい。俺は絶対に借金を返さなきゃいけないからこの額は譲れないっていう、もうその気合が違いますよね。違う、うん、だから途中で、うん、さっきの見た、あの見たんじゃないけど、やっぱりじゃあやめましょうって逆に言っちゃう、うん、ないって、これが無理だって、うん、これしかできない、言うしか言いようがないもん。じゃあまあ縁がなかったということでみたいな感じですね。そうだよ、うん、その会社の価値を一番分かってる人の言葉ですもんね。もうそんなの通じないわけがないというか、反論できないわけがないって感じですよね、うん、だからまあ相手のね、うん、立場も当然いろいろあると思うし、うん、まあ皆さんがどういうことが一番願ってるかも当然自分で考えなきゃいけないし、はい、うん、なんか変にねこちらがなんていうの強気で出るわけでもなく、うんうんうん、相手のことをも考えながら、うん、一番理想的なクローズがいいなと思う思うんで。なるほどね、うん、だからそういった意味では意外と、うん、意外とみんなに嫌われないです。真摯ですね意外と好かれます、うん、いやいやいや絶対好かれるでしょすごいな、うん、じゃあそのリーマンを発端にいろいろ、そう、全てがリーマンで、うん、計画が上場も吹っ飛んで、うん、借金が残り、借金も残り、うん、全部ジョイベンは解散しなきゃいけない、うん、あと銀行もね、方も解決しなきゃいけない、うん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 、で、あと最後2013年に売却して、うん、借金はゼロになったけど、うん、やっぱり稼ぎ頭がなくなる、うん、そうですね、となると本体も大変って思った時に、うん、なんかやっぱりもうファッション業界、うん、当時でだから20何年やってたのかな、50いくつの時だから、まあ25年ぐらいやってきた時に、うん、なんかもう時代が変わってきたなって自分も思ってきて、うん、昔楽しくやってたファッション業界と、うん、なんとなくダラダラやってきたけど、うんうん、ふと思った時に一回リセットしたいなと思って、うん、もう一回ファッションやりたいけど、うん、今の形じゃないなと思ったんで、うん、まあその時に、まあ、最後、うん、あともういずれこのままダラダラやってても未来がないんで、うん、会社ごと、うん、あの本体ごともう売却を次は考え出したっていうのが2015年、うん、はい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 、うん、まあ、そこでね今のリステアを僕は売却して、うん、まあ今去ったっていう、うん、形から、なるほど、ね、で今の246っていうとこ、うん、でもあの2015年に会社は売却して、はい、現トゥモローランドに今傘下になってるんですけど、うんうんうん、3年ちょいかな、うん、はそのまま引き継ぎであのいて、うん、2019年かな、うんうん、にあの引退しちゃったみたいな。なるほどなるほどなるほど、そうなんですね。一応ロックアップ期間が3年あったってことですか、まあ、2年とか3年で、まあまあ面白いっちゃ面白かったんだけど、まあまあまあ、はい、うんうん、まあそんな感じですね。うん、で2019年に辞めて、うん、あ夏かな、うん、じゃあ新しいこと考えてやろうって、うん、休まないんですかそこ2019年に。いや、あの休んでたけどやっぱりね考えちゃうんだね、やっぱり、ね、あいいっすね。あ、それとあと辞めた後、もともと鎌倉に、今サーフィン僕趣味なんで、もともと六本木の方に住んでたんですけど、はい、波がある時だけあの鎌倉の方の家にね行ってたんですよ。いいですね。で2019年辞めた後東京にいても仕方がないんで、まあ、ちょっとサーフィンばっかりやろうと思って鎌倉の方にねもうこもってたんですよ、うんうんうん、で、まあ、そのビジネスモデルを考えて新しいじゃあやろうかなと思ったら、この2020年いきなりコロナになっちゃったでしょ、はいはいはい、それでねスタートが全部遅れちゃって、あ、そうなんですよ。ほんで、そうですよね、うん、1、2年もうこもらざるを得ないっていうところですかね、うん、まあでもそれは良かったのかもしれないけどね、うん、充電期間としては、うんうんうん、はい、すごい素敵なお家です。いえいえまあサーフィンには適してるね、海の前なんで海の前いいですね、はい、サーフィン三昧だったんですね、はい、コロナ時期は、うん、コロナ時期はね、そうですね、まあ、ちょうど良かったですね、東京みたいに混んでないし、うん、混んでないし、もう普通にねマスクなしに、ま、海まで行けるし歩けるし、うん、はい、人口密度が違いますからね。だから逆に東京の友達がコロナ中みんなやっぱ僕の家に遊びに来るんで、あ逆にそれのは怖かった。コロナになるんじゃないかなと自分がね、そう入ってくる瞬間なんか知らんけど無意識に俺ファブリーズをかけてた、ね、でも意味ねえよなとか思いながらファブリーズじゃないんだけど、ファブリーズ、すっかり田舎の人みたいになってる。そうそうそう特にね若い人がいる人が超怖かった。いやでもドキドキしちゃいますよね。3メーターぐらいあの近寄らないでみたいな君たち大丈夫だけどっつってまあそうですよね、2020年はな、それでまあ今仕掛けているのがまあ246で、あ、そう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 、まあまあこの辺はなんかさらりと言える範囲でちょっとだけ教えてくれると、今あの各僕の友達のデザイナーもそうなんですけど、うん、
やっぱりあの皆さんショピファイとか、うん、e ショップをブランド作ると絶対作るじゃないですか、うんうん、そうですね。でもそれをどうやって集客しなきゃいけないかっていう PR 手法を皆さんなんか悩んでるみたいで、うん、まあ、一生懸命皆さんインスタグラムとかには上げてるんですけど、うん、なかなかやっぱりあのその思いがね、うん、それを欲してる人に届かないんじゃないかなっていうのはちょっと考えてて、いや、そういう方たちが、そういう方たちの商品とか、うん、そのようなものを欲してる人をつなぐ、はい、プラットフォームを作ってみようかなと思って、ほうほう。でもある意味あの以前やってたセレクトショップも、うん、僕はブランドの商品とお客様をセレクトショップというプラットフォームでマッチングしてるだけの仕事だったんで、あ、はい、だこれを今回はデジタル上で展開してみようかなっていうのが246っていうサイトをね立ち上げたきっかけですね、はい、なるほど。ただそれも自分たちでは今在庫を持たず、うん、各ブランドのカートに直接送客するっていう、うん、なるほど。だからもうメディアを、うん、新しいメディアが作れればなっていうのが感じですかね。今僕が辞めた後でも東京のお客様から、うん、特にあの誰々の誕生日なんだけど、うん、今男性だと何送ればいいかなとか相談はよく、うん、あの受けるんですよ。はい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 、あと彼女がもうすぐクリスマスなんだけど、うん、高橋さん何がいいかな、今流行ってるかなとかっていうのがやたら LINE で来るんで、クリスマス前とかうざいなと思ってこんなのいちいち俺がこれがいいよ、今これ送るとセンスあるって言われるってめんどくさいなと思ったんでこれを変わるプラットフォームを作ろうと思ったのが26なんですよ。あ、なるほど、なるほどね。ギフトがすごい楽にしてあげようと思ってそれもすごい人から LINE 来るんだろうな。いや、すごい人でしょうね。そんなあのあれですよね、あんまり言えないですけど言えない人みんな、あと、はい、そういう方たちってやっぱりあのギフトがすごい多いみたいで、うん、まあ、そうですよね。送り毎週ぐらいあるみたい。すごい誕生日だけじゃん、手土産から、あと誕生日もさ、すごいじゃん。特にこの港方のさ人たちは、うん、やっぱりすごい困ってんだなと。あとそこで自分で選ぶのも大変ですし、大変、あと特にあとあの会社の社長さんとか、うんうん、で贈り物って多いんですけど、そういうのはあの秘書の方に頼んでも、うん、秘書もそこまでは分からないし、あ、それをね、あの秘書に渡せばすごく助かりますよっていうのを今作ってるっていう、うん、なるほど、なるほど。まだスタートしたばっかりなんですけど、はいはい、まあ、それでみんながね便利に思ってくれたらいいかなっていうところですかね、うんうん。いや、めっちゃ楽しみですね。めっちゃ楽しみですね。やってることは変わらないんで。はい、じゃあこんなもんですかね。2週目おしまいということです、はい。壮絶なリーマンショックのお話。頭痛くなるね。いやー、なんかね。今収録始めて1時間半ぐらいですけど、なんかもう ね、なんか濃密です。3週目はですね、起業当初ですね、さっきヤクザやらどうやらっていうちょっとね不穏な言葉がたくさん出てましたが、うん、そのあたりのお話を改めてお伺いできたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、どうも今週もありがとうございました。ありがとうございました。